たぬき開発無人島移住パッケージ。はい、おはようございます。ようこそお越しくださいました。マスター、こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。てか考えてみよう、この今喋ってるのはそのなんかセリフを喋ってるやつの早送りした感じのやつか、何倍速か分からんけど、豆吉とつぶ吉さんね。はーい、よろしくお願いします。うん、わかりました。うん、お客様のお名前と誕生日ね。お名前はうん、どうしようかな。名前、お名前、ユーザーネームっていうことでいいんだよね、多分。通信で知らない人に見られる可能性があるんだから。お、お、なんかさ、これ、文字をクリックすると、ちゃんとそのクリックしたところの文字の発音をするんだね。例えば、たって言ったら、もう、たっぽい音をするし。え？どこまで、何文字まで入力できる？あ、これいける？もしや。オッケー。お誕生日は、僕の誕生日は12月9日。皮肉って覚えてください。まあ、なんとですね、確か渡辺誠さんと同じ誕生日なんだっけ？あの渡辺誠さんと同じ誕生日なんだっけ？すげえ、ちゃんとガマ出せチャンネルって発音してる。は？ちょっと待って、お写真。ちょっと待って、急に俺の顔映すわけだよな、リアルなフェイスを。え、アバターだよね。え、俺がメイキングしろと。どちらか選んでね。あー、女の子っていうのもありえますけど、最近なんか男の人が女の子の VTuber になるっていう、そういう傾向もありますからね。けど男で行かせていただきます。肌！ちょっとこれちょっとクリックして、肌ツヤツヤだな。これ肌ツヤツヤすぎだろ。俺どんな色なんだろう。こんぐらいなんじゃね。で、次は、いちいちこれ手直しすんの面倒だな。あ、髪は黒でお願いします。俺などんな感じでいいんだろう。え、みんなを笑わせる感じでいい。あ、これとか良さそうな感じがするが、うん、これだとオカマになってしまうな。これだとオカマに、いや、こういう感じの男の人いるよね、多分。こういう感じの髪の下男の人。栗原るいとかこんな感じだよね。今、栗原るい、るいを知ってる人がどんぐらいいるかわかんないけど。もう下手したらこういう髪の人の男の人もいるっちゃいるわけだし。これにします。次、目でしょ？目いっぱいあるな。どんだけあるんだ。完全にもうメイキング。あ、これ良さそう。これ良さそうな感じがするけど。あ、これ。な、これ、ちょっと笑ってくるんだけど、なんかちょっと怖いっていうか、なんか虚無なんだけど。いや、これもこれでなんか笑える。もう可愛いな。俺こんな可愛い目はしてねえよ、こんなさ。もう、何の汚れも感じていない目。いやいや、違う。もう、これにしたいと思います。目の色も確か黒だろ、俺。次、鼻口。まあ、これが無難かな。これどうだろう。あ、これがいいかな。まあ、これにしとくか。
うーん、これこれほっぺがあるかどうか。おい、めちゃくちゃ可愛いな。めちゃくちゃ可愛いな。なんだこれ、なんかアイルみたい。モンハンのアイルみたいに感じてしまった。面白く作ろうとするつもりがさ、なんか可愛い、可愛くなってしまったんだけど。俺こんな顔してないよ、こんな可愛い顔してないよ。肌荒れ、肌荒れてんだけど。じゃあもうこれでいきたいと思いますけど、この姿で、いきたいと思います。俺絶対こんな感じの顔ではないと思いますが、まあね、まあ、ゲームに偽装っていうのは基本なので、これでいきたいと思います。まあ、みんなだってさ、モンスターハンターワールドでさ、顔偽装とかしてるでしょ、顔偽装とかで。オッケー。でしょ?とてもいい感じでしょ?うん。なんかゆるキャラみたいだな、俺の顔。はぁはぁはぁ。え?ああ、なるほど。季節の流れが異なる北半球と南半球。へえ、これ、南半球の方にも優しいね。なるほどね。っていうか、南半球にも発売してんだな。あ、ちゃんと日本と海外に分かれてるな。まあ、日本です。ジャパンです。ジパングです、ジパング。道理で日本語がお上手って。でしょでしょ?南半球がいいという選択肢のよくわかんないって。ちょっとよくわかんない。選択してみよう。はい。まあ、要するに。なるほどね。まあそうなんだよね、みんな。まあ今、小学生が見てるかどうかわかんないけど、南半球だと逆になっちゃうのよ。だからね、まあ12月の場合だと夏、つまり、ブラジルとかでは、ブラジルとかオーストラリアには、真夏のサンタクロースっていうイベントがあるんで。え?今は3月って、え?これってさ、もしさ、4月にさ、初めて起動したら、今は4月ですからって、出てくる?まあ確かに俺オータムも好きだし春も好きなんだけど、まあここは無難に北半球でいいかな。南半球にしようかなとも考えてたんだけど、君無難に北半球にしとくか。まあちょっと慣れてる方がいいもんね、そこ、ここに関しては。はいはいはい。何笑っとんねん。オッケーオッケー。島からちゃんと選べるね。この島の中から移住先の島を選んでください。難しい。でも基本どれも同じ形なのは確かで。わかんねえ。これわかんねえな。大してあんま変わんねえから、どれにしたらいいのかわかんねえな。難しいな。じゃあ、水が多そうな、ここにします。ここ。水が多そうな、ここにします。無人島に一つだけ持っていくとものとしたら?これなんかこういうさ、なんか質問前張ってたよね。無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、どれを選びますか?食料じゃね?普通に食料じゃね?多分。いや、基本食料でしょう。
いや、食料がなかったらさ、あ、でも明かりも、どうしよう。無人島って言ってもさ、獣がいないとは限らないからな。明かりも必要ではあるけど、でも、いや、でも明かりに関しては、木があれば、こうやってコス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 すれば、まあ、火を起こせるし、それでなんとかなる。で、寝袋、寝袋ね。縄文時代の人ってどうやって寝てたんだろう。縄文時代の人たちって、どうやって寝てたんだっけな。まあ、正直言ってさ、俺、無人島に行ってしまって、無人島に行ってしまったら、もうその先は死ぬしかないって俺は考えてる人間でございますよ。まあ、まあ最悪、なんとか、ギリギリまで、助けを呼ぶ方法は考えるかな。ただこの中でどれを選びますかって言ったら、まあやっぱり食料だな。はい。ああ、はあ、はあ、そうだな。はい。お、ご登場の準備完了ですね。はーい。早いね。え、一緒に？お、イメージ映像だって。セミでかっ！あ、かわいい、このピンクのクマ。あ、カエルちゃんかわいい。羊かわいい。あれ、無人島じゃないじゃん。あ、でも人ではないのか。いやー、この曲いいよね。俺が出てきたんだけど。え、なにこれ、今のでかい魚。なんだったっけ、酒？え、水族館作れんの？あ、綺麗な夕日。お、カブトムシ。たるき開発プレゼンツ。さ、俺は今、空中の上を飛んでおります。今から、無人島で、一人暮らしをね、開始しようと思います。まあ今も一人暮らししてるんですけどね。集まれ、動物の森。あれ？なんかタヌキ以外もいるね。ああ、どんぐらい飛んだんだろうね。ラジオとかあったんかな？俺飛行機に乗るときさ、なんかアニソンのチャンネルのラジオ聞くんだよね。まあ、それしか聞かないわ。ああ、着いたばかりのところ。はいはいはい。オリエンテーションね。ああ、そこまで移動ね。はーい。で、そこの、なんか、リスかわいいな。ちょっと後ろ姿だけど、リスがかわいい。尻尾がかわいいね。このリスとレコは何者なんだろう。ああ、待ってよ。置いてかないでよ。あ、てか動ける？もう動けるや。みんなについていかないと迷子になるかも。もう置いてかれてるよ、すでに。さ、ここが僕の拠点。新しい無人島。そして僕はここから、新しい暮らしが、新しい新生活が始まるんだ。ということで、どうも皆さんこんにちは。かまなせチャンネルのちゃちゃです。というわけで、本日発売した集まれ動物の森をですね、やっていきたいと思います。いやーね、私ですね、まあ、動物の森はね、ちょっと友達から借りて、DS の動物の森の、まあ、釣りだけはですね、まあ、やったことはあるんですよ。釣りだけをね、釣りだけ。まあ、なので、まあ、実際にパッケージを買ったのは、まあ、これが初めてです。
まあ実質人生初のドブ森でございます。ドブ森。まあ今回集まり動物森は、あ、集まりっていうことで、あ、これ思ったんだけど、Lスティックでさ、こうやってこうぐる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 やると、あ、なんかすごい面白いことになってる。今ちょっとこれスティックをさ、ぐるぐるやってんだよ。あのスティックをぐるぐるするとさ、あのポケモン蹴ったてみたいにさ、リザードポーズをするんじゃないかなってちょっと考えてんだけど、なんか何もなさそう。てかなんかこれはこれでちょっと面白い動きをしてんだけど、え、すごくない？え、ちょっと、こうやって、なんとか、ぐる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 、なんとか、こうやって、ちょっと、できるだけこんな範囲で。あ、なに？え、なに？今なんか、キーボードが、出てきたんだけど、どういうこと？キーボードがなんか出てきた？どういうこと？どういうことだ？キーボードが。なんか、キーボードが出てきたんだけど、どういうことなんでしょう？いやーね、とりあえず初めての動物の森ではあるんだけど、不安点があるんだよね。まずさ、いつもの感じの動物の森じゃないんだよ。なんかね、いつもの動物の森とかだったら、なんか、主人公が街に引っ越してきて、そこで動物たちと一緒に暮らすんだけど、まあ、今回はなんか無人島にやってきて、なんか、一からなんとか自分で、なんか家とか作ったり、なんかサバイバル生活をしていくっていう、まさになんかマインクラフトみたいなゲームになってんのよ。だからそこら辺がね、ちょっと、そういうゲームをやったことないからそこら辺が不安定になってるっていうのと、あと、このゲーム終わりがねえからさ、どこら辺で最終回にすればいいのかわかんねえんだよね。まあでも最終回にしなくてもいいのかもしんないが。じゃあそろそろ向かっていくか。あー、ごめんね。てかこれ、あ、B ボタンでダッシュできる。B ダッシュ !B ダッシュ、ちょっと早すぎるんじゃないの？ B ダッシュ！あ、ごめん、お待たせしました。あれ？とりあえずね、まずはリスさんから。おい、可愛くねえ！後ろ姿可愛いと思ったら前が可愛くねえ。猫ちゃん。お前も可愛くねえ。しかもちょいって名前なのかよ。あ、はい。オリエンテーションね。あ、なんかここら辺に工具とかがあるが。ん、調べられない。これラジカセもちょっと気になるけど。ラジカセは起動できない。これはまだ持てない。まあ、とりあえず、どっちだっけ、つぶきちかまみちち。はーい。はーい。あ、3名。この3、この、両隣の二人も、あの、サバイバル体験者なのか。俺と一緒に暮らすか、この無人島で。どうした、どうした？あれ、お店どうした？あれ、新プロジェクト始めたのか？たぬきちといえばさ、あの、なんか、お店やっているっていう、なんかそういう、やってるっていうイメージじゃないんだけど、イメージなんだけど、お店をやってるっていうイメージがあって、お前不動産やってたっけ？不動産？たぬき開発。待てよ、たぬき開発って不動産なのかな？でもさ、こういう商業とかやってたっけ？たぬきちさん。寝る場所の確保。え？不動産業やってんの？前作がさ、まあ、前作が確かハッピーホームデザイナーっていう、まあ、主人公が不動産屋で働くっていうやつだよね。でも、え？あの時にタルキチいたっけ？まあ、俺やったことないからわかんねえんだよね。一応実況やってくる。あ、はい。タイムと受け取ってくれ。どうも。はあはあ、気に入ってましょう。はーい。あ、チーズマンありがとう。はーい。あ、行ってきまんもす。え、
音楽がいい。早速神曲、和やか、ギターが心地いい。しかしこの辺にしといて、あー釣りがしたいけど釣りができない。残念ながら釣りはできない。木の実が鳴ってるけど、ちょっと揺らしていい？あ、揺らせる。揺らせるが、え、拾えないんだが。あ、これは、あ、でも広げることは可能なんか。あー、でもこれ手で取れないぞ。取れないぞ。せっかく揺らして落としたけど、拾えない。いやー、どこにしよう。どこにテント広げようかな。あ、こことか良さそうな気が。岩はちょっとあれか。ちょっと寝るときが痛いな。てか、どこでもさ、どこで寝ても寝ると痛そうなんだけど。もう分かりやすいから、ここら辺にしとこうか。ここら辺の周辺に、ここら辺の周辺に、まあ、テントが、あれ、待てよ。これもしかしてなんだけど、チュートリアル終わったらこれ外される可能性あり。まあでもこの切り株を目印にしたらいい。だったらこの場合、切り株は、まあどうなるかわからんけど、そうね。なんか目印みたいなのを貼っておけばいいんだけど、ところでここら辺には貼れるの？みんなが集まる場所だから、広場はみんなが集まる場所だから別の場所を選んでね、でしょうね。ここには広げ、置けられないか。ということで、じゃあ、広げましょう、ここら辺で。あー、広場が近すぎると通行の迷惑。マジですか。じゃあ、ここら辺にしとこうかな。どう？ここにテントを張ろうぜ。想像してみる？さあ、想像してみよう。こんな感じのやつ。ここに決めちゃおうかな。まあいいんじゃないの、ここで。わかりやすいし。自分のテントを張った無人島生活の第一歩だ。よし、ここを拠点に頑張っていくぞ。入れるかな。まだタヌキちゃんの説明を済んだし、中に入るのは後にしよう。そうね、まず後にしておきゃ。いつセーブできるかわかんないし。はい。ああ、二人が戻ってこない。ああ、手伝いが必要な人がいないかと様子を見てきてもらえるか。はいはいはい。待ってー。さあ、どこにいるんかな。あの二人は一体どこら辺にいるんかな。飛べないよね。あ、いた！あんたは確か。あ、よろしく。うん。俺の隣でもいいんじゃない？あ、でも近いとあれか。近いと騒音問題とかでも ありかもしれんな。え？まあ、ここは協力してあげてもいいのかもしれないが、どうしようかな。どうしようかな。まあ、ここは、ちょっと、人の境地に寄り添った方がいいんじゃないかなっていう気もしなくはないので、まあ、こう良さそうだね、と。うん。え？うちの脳内シミュレーション？うん。まあ、いいんじゃない？いいよ。じゃあね。無人島にさ、迷うとかの概念とかってあるんかな。結構近いね。結構近いね。あと一人は多分、だいたいここから、いた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 。クリクリ。クリクリかわいいな。終わったよ。どこでも自然を感じられると思いますが。まあ、良さそうじゃない？よし、一緒に想像してみましょう。
まあちょっとはぶられる、なんか遠ざけたらなんかはぶられた感が、そのクリスがかわいそうなのでいいと思います。クリクリ。うん。ああ、俺そんないいやつではないんですけどね。クリクリ。ひとまず広場にクリクリ。あ、夕方になった。お、キャンプファイヤー。必要なもの。会場の設営。はい。はーい。集めるものの相談ね。キャンプファイヤーといえば、まあもちろん木と、でも木は十分ありそうだな。はい。細めのだ。あと10本ね。Y で足元を拾える。はいはい。ああ、なるほど。確かに入ってたよね。はい。クリクリ。かわいいな、これ、クリクリっていう。これで顔が良ければな、クリス。はーい。動物の森、実質フルボイスだからさ、さあ、なんかセリフ喋った方がいいのかどうかわかんねえよ、俺が。はいはい。雑草むしられたよ。一旦持っておいてもらえると助かります。雑草買い取るの？雑草何人、どう活用すんの？今なんか、つぶきちが、豆、たぬきちに話しかけたシーンがあったんだけど、なんかそういう、なんか微笑ましいね。じゃ、ちょっと一旦これを拾っておいて。枝、一つ。二つ。どこかないかな？どこだ、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 枝。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。え？今の枝拾ったの？と。あ、これで十分かな。あ、ついでにここ拾っとこうぜ。ちょっとついでにここら辺も拾っといて。あ、小石もなんか拾えそうだけど、まあとりあえず一旦は戻っといて、待たせ。うんうん。オッケー。はい、あげる。木の枝。俺そんな希望してたっけ、無人島移住。あ、なしなんだ。無人島になしがあるんだ。6個ね、オッケー。なしって焼くと美味しいのかな、焼きなしって。はいはい、 A で揺すって見ようとして、はいはい。はーい、今3つ手に入れたからあと1つで、お、近くにあるじゃん。とりあえず一旦全部集めて、はい、持ってきたよ。はーい。はい、なしあげる。ジャンプファイヤー。お、
当初の計画では少ない人数。お？どうしたの？確かにそうだよね。それじゃただの島だよね。まあ、承認島だね、承認。承認島。お、島の名前か。オッケー。島の名前か。じゃあ、島の名前って後で変更できたらいいんだけど、できたらいいんだけど、とりあえず一旦は、これで行きたいと思います。熊本で。熊本。まあ、僕の出身地です。かぶってなければいいんだけど。クマモ、マッスル、気合、豆粒、ダナモって。そうなの？なんか、残りの4人適当すぎませんか？なんか、安直します、安直すぎません？異色のネーミングセンスが光っていたって。失礼じゃねえのか？ちょっと待って、全開一致じゃん。これでいいのか？これでいいのか？熊本です。はい。オッケー。熊本の島民代表。いいじゃないですか。ああ。じゃあ、任せてちょーだい！今から乾杯って。ジュース？何ジュース？ああ、持ってるよ。何ジュースかわかんねえけど。俺未成年だからさ、酒飲めないよ。乾杯！ああ、キャンプ、キャンプ。パパパパパパ。ラジカセからなんかいい、メインテーマが流れてるし、ちょっと全員に話しかけてみるか。うん。クリクリ？いや、なんかちょ、クリクリどうしても口癖になってしまうな。そうだな。まあ、無人島らしいっていうか、キャンプらしいって言った方がいいんじゃないかな。あ、一日燃やし続けるんだ。お、オッケー。テントに戻る前に。このサイレンは一体何に使うんだろう。サイレンって使えるかな。変えられる。このラジカセで、だから音楽変えられたら最高なんだけど。あ、聞いた聞いた。双子だから喋ることは同じなのね。じゃあ、社長、そろそろ寝るんで。うん、寝る。あー、まあもう休もうかな。お、何？葉っぱ？キャンプ用のベッド？え、ちっさくね？あ、あ。おお、支給品ね。はいはいはい。箱開けたり、物を使いたいときは A で、ベッドに横になりたいときは L スティックで、はい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 。はーい。社長、ありがとね。また次会うのはいつになるかわかんないけど。
おやすみなさーい。お、で、どこら辺で手広げればいいんだろう。ちょっと開けてみようぜ。あ、でもこれはいつになったら開けられるのか。どうやったらいいのかな。ここでキャンプベッドをこの辺に飾るって。わあ、葉っぱがベッドに変わった。じゃ、寝ますか。おやすみなさーい。眠ろ。おやすみ。